実年齢ペネロペ・クルスは48歳なんですよ。だけど今回30代の母親って設定出てるじゃん。隣のトトロの、なんつうの、元になったって言われてる映画で。なんで映画では、まあ、最後ああいうシーンが出たかって言ったら、民間人が20万人ぐらい行方不明になってるんですよ。これもう橋田壽賀子ドラマみたいなテーマだと思いますよ、その母性がどうとか。映画批評シネオジです。メインパーソナリティの伊佐山です。はい、江沢です。はい、よろしくお願いします。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。取り上げる映画なんですけれども、パラレルマザーズです。これですね。パラレルマザーズ。スペインの名将、ペドロ・アルモドバル監督が、All About My Mother、ボルベール帰郷など、数々の作品でタッグを組んできたペネロペ・クルスを主演に迎え、同じ日に出産を迎えた二人の母親の物語を描いた、人間ドラマ、写真家として成功しているジャニスと、17歳の少女アナは、同じ病院の産科病棟で、偶然出会い、同じ日に女の子を出産。共にシングルマザーとして生きていくことを決意していた二人は再会を誓って退院する。ところが、ジャニスがセシリアと名付けた娘は父親であるはずの元恋人から自分の子供とは思えないと言われてしまう。それをきっかけに、ジャニスが DNA 検査をしたところ、セシリアが実の子ではないことが判明と。アナの娘と取り違えられたのではないかという疑うジャニスは悩んだ末にこの事実を封印し、アナとも連絡を絶つと。しかし1年後、偶然アナと再会し、アナの娘が亡くなったことを知るというのが、ストーリーでございます。ジャニス役を演じるのが、ペネロペ・クルスですね。今、2021年、第78回ベネチア国際映画祭で最優秀女優賞を、まあ、この映画で受賞したと。2022年第94回アカデミー賞でも主演女優賞にノミネートされ、アナ役はこれが長編2作目のミレナ・スミットさんが出ていると。123分、ある15ということで、スペイン、フランスの合作。まず選考理由というか、なんでこの映画を選んだかというか、まあ、そこら辺ちょっとお伺いしたいんですけど。この、ね、ポスター見て、なんかおしゃれな感じがしてね、なんかフランス的なものなのかなと思ったんですけど、なるほど。そういう感じですよ。うん。ああ。まあ実際、まあフランスはかかってるけど、実際これスペイン映画ですね、これはね。そうですね。はい、いや、見に行ったらスペイン語だったんでびっくりしました。あ、オフランスな映画かなという感じで。監督がペドロ・アルモドバルという監督なんですけど、知ってます、ペドロ・アルモドバル。知らないっす。あ、マジですか？この人ね、スペインの大巨匠監督みたいな感じで言われてる。ああ、そうなんだ。80年に長編映画デビューして、弟さんと映画会社を作って、で、88年にベネチアで脚本賞を受賞してから、ね、一番代表作ならこの、All About My Mother という映画で、アカデミー賞の外国語映画賞とか、まあ、取って、で、これで一躍有名になったという感じですね。Talk to Her とか、世界的本当巨匠の一人っていう感じの映画監督なんですけど。で、あと、まあ、この人のパーソナリティとして同性愛者っていうことですね。だから結構、まあ、そういうような感じの作品を結構こう、映画の中にこうテーマとして織り交ぜてるというか、というのが結構特徴な感じ。そういうことなのね。なるほど。今回もちょっとね、そういうような表現がちょっとありましたけどね。感想というか、総論をちょっと先にお伺いしたいんですけども。全体的にすごいなんか、わかりやすい映画だなと思ってて、なんかもう、いちいちなんか、セリフでいろんなことを説明を登場人物がするんで、一つ一つの挙動がものすごい、わかりやすかったね。うん、ああ。でもなんか意図がすごい伝わってくる映画だなとは思いましたよ、そういう意味で。難しい、なんか複雑な入り組んだ話だけど。そんな、話として、例えばこの結末については、こういう解釈もああいう解釈もありますみたいな、なんかこう、見る人に委ねるっていうやり方ってのもあるとは思うんですけど、このパターンで言えばなんかすごくメッセージがはっきりと伝わってきてて、スペインの内戦っていうのが一つ大きなテーマとしてはあるわけなんだけども、ただそのスペインの内戦をただ単純にこう、どう思いますかって問いかけるようななんか戦争映画というか、そういうなんか日本でいう第二次世界大戦のどうのみたいな映画ではなくて、その中で、まあ今、伊佐山さん言ったような同性愛の話だとかいろいろ出てくるじゃないですか、細かく。で、そういう縦糸がスペインの内戦のことだとしたら横糸にある部分っていうのも、なんかきめ細かにある程度理解は、することができたかなっていう感じです、ね。ああ、なるほどね。僕ね、ペドロ・アルモドバルの映画ってちょっとなんかね、これどんぐらい前かな20年ぐらい前に結構映画をすごいね、いっぱい見てる時期があって、その時に、この All About My Mother を進めた劇評を見て、それが、おすぎさんが書いてあったの。おすぎ、激推しみたいな感じのなんかこう、書いてあって。で、それまで、なんかこう、おすぎさんは、まあ、今は、ね、若い人は知らないかもしれないけど、当時はほら、ワイドショーのコメンテーターとして有名だったから、はい、あんまり映画の評論家としてな、顔を知らなかったからさ、あ、どういう映画を進めてんのかなっていう感じで見たらさ、このオールアバウトマイマザーも同性愛的なテーマのことが書いてある映画で、だからなのか、みたいな感じでこう当時納得した感じの覚えがね、あった感じだったんだけど、今 M さんが分かりやすいっていう話をしたんだけど、今回のパラレルマザーズに関しては、ペルトロン・アルモドバルのフィルモグラフィーの中でも、その今まで分かりづらかったり、なんか話が通らなかったりしてた、ペトロ・アルモドバル風な感じの作品な ところが、すごく一番分かりやすい感じの映画だったなっていうなんかイメージですね。今までは分かりにくかったものは分かりやすかったってこと？結構話がなんか右に行ったり左に行ったりするみたいな展開とか結構多いんですよね、この人ね。で、その中で今回、一本やっぱ話の筋が通ってて、それに自分の作風がこうプラスされてるみたいな感じで、ペトロ・アルモドバルの僕は結構集大成というか新境地みたいな感じのなんか印象を得た、ね。なるほどね。もともとね、こういう作風の人で、もっと若い人なのかとね、思ってたんですけど、すごい現代的ななんか、ね、表現の仕方。でもなんか、まあ、スペインの内戦をこう取り上げるっていうところは、もしかしたらこの世代の人の話なのかわかんないですけどね。いや、この人ね、まあ、取り上げてる、今まで、さらっと言ってたのなんだけど、こんな風に直接的にこういうスペイン内戦のことをここまでやったのは、多分、初めてなんじゃないかなって感じがしたね、なんかね。そうなんだ。そう、僕わざわざ今回この映画がテーマになってから、このペトロ・アルモドバルの映画をね、5本ぐらい見たかな。すごい。見た感じで、ちょっとなんとなくの彼の作風をなんか分析すると、まあ、今一番有名なのはまずド派手な色彩ってことですよ。うん。とにかくその色使いが原色を使うというか。服とかね。まあそういったものでも。で、なんかすごい貧乏な感じの家の設定の登場人物になんかブランドも着せたりするみたいな感じの、なんかすごいこう、なんつうんだ。そういうところに気を配る人というか。今回さ、へーでさ、ティルダ・スウィントンが主演でやってた映画が同時上映かなんかしてたんだけど、パラレルマザーズに、へーみたいな感じで30分ぐらいの短編が、同じペトロ・アルモドバル監督のやつで公開されてて。そっちのポスターなんか見ると、そう、すごいなんかね、なかなかのね、こう、原色使いのね、ヒューマンボイスっていう確かタイトルで、公開されてて、演劇のなんか映画化みたいな感じのね、やつで、そっちもまあ面白い、結構面白かったんですけどね。この人の映画の、ラインとしては、まあ、大枠2つラインがあって、はい。作風として、まあ、1個が、自分の人生をそのまま映画化するっていう。のがですね、個人史的映画がないっていうか自分ではなんか欲望と映画の3部作って言ってるんだけど、この欲望の法則とペイン&グローリーっていうのとバッドエデュケーションっていうね、自分の若い頃とか、あと年食った映画監督が主演だったりとか、もうほぼ自分の実話をそのまま映画化してるとかね、みたいなのがあって、ね、まあ芸としての自分みたいな、そういうところで、まあ今だったら結構書きやすいテーマではあるけど、昔もう何十年前からこういうことに取り組んでるっていうのは、やっぱすごいなっていう感じだね。ラインで。で、もう一個は、女の人のことを描くっていう。あと、お母さんのことを描くっていう。お母さんとこの娘のこととかっていう、その女の人ライン、母と女の映画ラインみたいなのがあって。で、まあ、それがトークトゥーハーとか、このボルベールとかを、さっきのオールバートマイマザーみたいな感じなのがあって、で、そういう意味で言うと、今回のこのパラレルマザーズってのは、どっちも入ってるみたいな。お母さんの話と、あと同性愛者の話っていうのが、だから入ってきて、そういう意味で彼の集大成的な感じのテーマな、みたいな感じがするよ。で、あと、このペトロ・アルモドバルは、プロデューサーとしてもすごい優秀で、自分の映画以外にも、すごいこういろんな、スペイン語圏の映画をプロデュースしているという。で、この人生スイッチとか、死ぬまでにしたい10のこととか、スペイン語圏ってやっぱ英語圏にすぐじゃないけど、すごい大きい市場だから、そこに対して、まあやっぱいろんな映画が結構作られてるわけなんですよ。そこで本当ありとあらゆる映画のプロデュースに入ってるのが、この監督というか、まあそういう意味でも巨匠感がすごいなという感じが、なんか調べてあったなっていう感じです。ちなみに今回このペネロペ・クルスさんどうでしたか？メノペ・クルスってスペイン語喋る人なんだっていうのが一番の僕は最初の印象です。だから英語のなんか映画出てる人かなと思って、それは正しいんですかね？ああ、そうですね。だからトム・クルーズの元カノとして有名ですよね、一般的にはね。なるほど、なるほど。うん。そう、ただその意味では、あ、スペイン語圏の人なんだなっていう、もう本当にそれが一番、驚きました。ああ。まあみんな、常識なのかもしれないけど。うん、いや、まあ僕もまあ今回見て、あ、そっか、スペイン人の女優さんだっていうふうに思ったけど、スペイン人からすれば、もう本当にスペインを代表する国民的女優みたいな。なるほど、なるほど。感じで。実年齢、ペネロペ・クルスは48歳なんですよ。だけど今回30代の母親って設定出てんじゃん。うん。だから、まあちょっとなんか、難しいかなって感じで思ったけど、まあでもこれはもうしょうがないっていうのは、ペドロ・アルモドバルは、もうとにかく、ペネロペ・クルスだけを使うっていうのが有名で。あ、そうなのね。うん。もう今まで7回使ってるんですよ。そうなんだ。すごくないですか、これ。うん、人生の大半の主演女優をペネロペ・クルスって使ってるみたいな感じ。そういう人で日本の監督とかでいるんですかね。だからあれですよ、山田洋次が、渥美清で使うみたいな、そういう、その山田洋次監督の場合はさ、だってその寅さんのシリーズものの映画でしょ、うん、でもこの人違う映画で同じ人を使ってるってことでしょ。そうだね。ティム・バートンのジョニー・デップとか、あと、ポンチュノのソン・ガンホとか、黒沢明の三船敏郎とか、そんな感じなんか。ああ、黒沢明の三船敏郎。はい。まあでも、そういうのでほとんど男性監督が男性俳優を使うとね、こういうこの女性俳優を集中的に使うっていうのは多分この人ぐらいなんじゃないかな、なんかね。ああ、そうなんだね。うん。でもとにかくこのペネロペ・クルスを使いまくるっていうので、まあ、有名で、あと、男優だったらアントニオ・バンデラス。アントニオ・バンデラスね。うん。だ面白かったのが、このアイム・ソー・エキサイテッドっていう、ゲイのなんかこう、航空添乗員が主役のなんかコメディ映画があるんだけど、これに、一番初めの5分分だけ、ペネロペ・クルスとバンデラスをとりあえず出すみたいな感じがあって、これ出しとけば、アルモドバルの映画だよっていうふうになんかこう、印象づけるぐらいのなんかこう、とりあえず渥美清出しとけば山田洋次の映画かなみたいな感じでこう、認識するぐらいに使うっていう、なんか。あ、そういうことなんだ。本当だからね、ミューズって感じですよね。だからね、本編に行きたいんですけど、この映画、わかりやすいって言ったけど、まあ意味は何でもわかりました、なんかね。そうだね。まあちょっと最後の内戦に絡む部分は、なんでなんか、ね、みんなであそこに行ってるのかな、みたいな登場人物が。そこら辺がちょっとわからないところもあったかな、という感じ。赤ん坊のね、取り違え問題を扱った映画っていうのはなんかいろいろあるとは思うんだけれども、まあその、結構なんかオーソドックスなテーマで、どういう風にこれね、ストーリーとして料理されていくのかなと思ったら、同性愛のね、話が絡んでくるっていうところで、すごい意外性は僕の中ではあったかな。で、あとはまあそのスペイン内戦っていうところの絡み方が、ちょっと僕はなんかそこの流れが、若干なんか付け足し感は、まあ、スペイン人じゃないんでそこまで実感ないからそう感じたのかもしれないんだけど、ちょっとそこは付け足し感が、感じたかなっていうところですね。でもね、これは多分ね、意図があって、ミツバチのささやきっていう映画があって、日本でも2番館とかで、すごいこう、ヘビーローテーションされてかかってるぐらいの、まあ、名作と言われてるスペインの映画があるんですけど、これは隣のトトロの、なんつうの、元になったって言われてる映画で、1973年に作られたスペインの映画で、この頃までは、まだスペインって内戦中で、フランコ政権の独裁政権下だったんですよ。うん。大っぴらに独裁政権を批判するような映画って作れなかったっていうのがあって。うん、どうするかって言ったら、子供映画なんですけど、その子供映画のふりをして、暗に政権とかを批判するような内容とかを忍び込ませるみたいな感じの手法を取ってる映画で、今回のパラレルマザーズっていうのは、そのミツバチのささやきに使われたような手法を入れてるというか。うん、だから、見た人には唐突かに思えるかもしれないけど、実はそれ、が裏打ちされてるっていうのがあったりはするんですよ。うん、なんで映画でまあ最後ああいうシーンが出たかって言ったら、まあほら、主人公のこのペネロペ・クルスは自分のひいおじいちゃんの遺骨を探してるっていう設定だったじゃないですか。まあなんでこんなに固執してるかって言ったら、まあそれはスペインが最近まで独裁政権だったからっていう。で、これが1975年って本当だから僕らが生まれるちょっと前までスペインの独裁政権だったわけで、うん、この内戦中に民間人が20万人ぐらい行方不明になってるんですよ。しかも、このフランコ政権があったのが、1936年から39年からなんだけど、まあ、その直後に2万人ぐらい死刑になったりとかしてて、街の何でもないところとかで土を掘り返したら20万、人骨がバカバカ出てくるみたいな感じの。その最後、まあ、郷土墓地というか、そういうダダののっぱらみたいなところを掘り返したら、自分のご先祖の人骨が出てきたみたいな感じになってて。だから、まあ、最近、こういうのをどうにかしなきゃっていうことで、2007年ってもうほんと最近なんですけど、歴史記憶法ってなんか映画の中でもできたじゃないですか。で、そういう法律が制定されて、今までなんか結構あんまりそういう昔の歴史に対して検証とかされてなかったんだけど、そういうのをちゃんとしていこうっていうことで、発掘作業とか行われてるっていう。それが、今回の映画で、この取り違いがあってね、主人公が、本当は自分の子供じゃないんだけど、その子を話したくないっていう感情があって、本当のお母さんの若いお母さんが目の前に来た時に、本当は言わなきゃいけないんだけど、言えないっていう状態があって、自分は秘密を隠してるんだけど、その時に、たまたまこの発掘作業の話をした時に、アナ、若いお母さんの方が、スペイン内戦のことがあんまなんか知らないんだよね、みたいな話をするじゃない。そういうことを、なんか昔のことを、知らなきゃダメよとか、ちゃんと、そういう隠さないで、そういうふうに、ちゃんと正直にやらなきゃダメなのよっていうことを言うこと自体が、秘密を隠すとか、スペインの歴史そのものを自分のやってることが合わないという。で、そこに違和感を感じて、あ、言わなきゃと思って、言うっていう。本人の行動があったじゃないですか。そこが、今回の映画のテーマに絡んでるのかなっていう感じがなんかしたけどね。ああ、なるほどね、なるほどね。いや、そうだと思う。いや、今の説明聞いて、いや、確かにそうだと思う。歴史認識を新たに明確にしましょうよっていうところと、そのご本人のね、問題とか、うまくこう、リンクしてる感じはしますね。そうだね。そうそう。秘密に、しといたら本当ダメなのよ。こんなことは言いながら自分を秘密、なんか、目の前の人に、なんか、女の子に、めちゃめちゃ秘密があるやんけ、みたいな感じの、なんかそういうところで、ハッとするっていうね。お互い、そう、そこら辺をちょっとオープンにして、で、また新たに、もう一回、新しい道に乗り出すっていう、エンディングになったじゃないですか。当時、まあ、スペインは、王朝がなくなって、で、その後に、フランコ将軍っていう将軍、軍事政権派の方がクーデターを起こして、で、それと共和国側の政府側で、まあ対立が起きてたっていうことで、で、そっちにいたのが、ヘミングウェイとか、あとジョージ・オーウェルとかね。ピカソがさ、ゲルニカって絵を描いたじゃないですか。あれは、まあだからスペイン内戦の時に、ドイツが、フランコ政権に肩入れして、爆撃して、何百人も死んだっていうのが、この絵で表されたのが有名ですよね。まあ、あとロバート・キャパが、写真をね、撮って、有名になったとか。で、まあ、小説とかでも書かれて、カタロニア賛歌っていうのが、ジョージ・オイルが書いたり、高ために金はなるとかね。で、映画とかにも、まあ、結構なってるって言って、あと、池上彰さんとかもなんか、テレビ東京の番組なんかで、スペイン内戦のことに対して取材をしてたりするっていう。急にこの、ペドロ・アルモドバルがこういう歴史のこととかをまあ取り上げて映画にしようかなって思ったかって言ったら、今スペインが政治的に不安定な感じなのが出てるという感じなんですよ。で、これはスペインに限ったことなくてヨーロッパ全体にも言えることではあるんですけど、結構その極右勢力が結構台頭してきてるっていうのがあって、で、このサンティアゴ・アパスカルっていうこのボックスっていうなんつうの極右政党が、まあ、フランコ政権のことをちょっと称賛したりするようなこととか、フランコの墓をですね、移送して、現政権の方がやろうとした時に、それに対してなんかこう反対運動を起こして、なんか抗議運動が起こったりするみたいなことがあったりして、それがなんかね、このパラレルマザーズのこの執筆中かなんかに、こういうことがスペインであったからこそ、こういうテーマをなんかペドロ・アルモドバルが入れようとしたっていうことらしいんですよ。このペドロ・アルモドバルっていうのは、独裁政権下って結構文化的になんかこう、なんていうか、スペインが結構制限されたりとか、そういう自由がない時代で、で、それが、フランコが死んだ後に結構いきなり自由になって、で、その時に文化的英雄みたいな感じで、文化革命みたいなのがなんか起きて、いろいろな表現をしてこいよって、それの、先頭に立ったのがこのペドロ・アルモドバルだったらしいんです。こういう、まあ派手な色彩でいろんな明るいね、作、まあスペインって言えばなんかすごいこう、国民的になんか明るいみたいなイメージがあったりする。けどそれは、まあ、ある意味、この人が先導したみたいなところもあったりするというか。そうなんだ。そういう、アルモドバルにファンがいて、通称アルモドバリアンっていうらしいんだけど。で、その人が、まあ、今回、自分の国の歴史を踏まえた上で、こういう新しい、なんていうかな、今までの自分の個人的なテーマを踏まえながらも、スペインという国を踏襲したようなテーマを描くっていうのは、あ、なるほどなというか、あ、すごい、なんか新しい境地に来たなっていう感じのね、なんかイメージがありますね、なんかね。そうね、なんかそこまでね、深い歴史の、まあなんか話聞くと、結構、思ってた以上に重厚な映画なんだなというか、確かにさっき伊沢さん言ってた通り、集大成の映画っていう感じは、してくるね。今まで本当になんか自分のお母さんのこととか、家族のこととか、まあそういうことばっか書いてた、まあ人が、そういうことを踏まえながらも、なんていうかこう、ちょっと大きなテーマを、映画の中に忍び込ませるっていうのは、なんか、こう、あ、そういう意味では、おか、なるほど、と思って。結構、劇評とかも最近ネットでね、いっぱい上がってて、米倉涼子とかがこのなんつうの、パラレルマザーの劇評とか上げたりしてたから。あ、そうなんだ。うんうんうん。お、なんかすごい注目されてるんだな、というかね。今ね、だから、ヨーロッパなんかで民主主義とかが、まあ、だんだんこう、まあ、世界的な話なんですけど、権威主義的な感じに変わってきたりとか、政権がいろいろ右に行ったり左に行ったりするみたいな不安定な状況がある中で、こういう作品を出すっていうのはね、今までの歴史をこう、塗りつぶしちゃうことで、まあ、今回だったら、もしかしたら、この、自分の隣に住んでる人が、昔自分のご先祖様を殺した人の子孫かもしれないみたいなことがあったりするわけじゃない。独裁政権が終わった後に、そういう独裁政権に加担した人をどうするかみたいな話があって、で、その時に、沈黙の協定って言って、そういう人たちをあんまこう追求しないみたいな感じになっちゃったらしいんですよ。まあだからこそ、なんかこう自分のご先祖様のこともわからないし、他人のこともわからないし、みたいななんか、こういうところははっきりしなきゃねっていう風なテーマが打ち出されるっていうのが、あ、スペインの歴史のことなんだなと思います。ああ、なるほどね。うんうん、だから最後ほら、小さい赤ん坊だった子供を連れて、なんかその墓の前に立ったり、こう全世代的な人たちが全員墓の中に入ったりするじゃん。うん、だあれは、スペイン人がみんな知らなきゃいけないことなんですよっていうテーマなのかなと。そうね、だから僕らのね、日本人だとなんかあんまそういう歴史っていうか、第二次世界大戦の時って普通に外部の人からもう、なんか戦争犯罪の人処罰されますみたいな歴史だったんで、うんそこね、感じづらいと思うんだけど、まあ、スペインっていうのは、そう、曖昧っていうことなんだね。で、しかも内戦だから、まあ、またちょっとね、日本とも意味合いが違うでしょうし。法律で歴史記憶法ってする、なんか法律の名前もすごいけどさ。でも、まあ、これって別にね、日本もね、まあ最近ほら、つい先まで、もう政権とかがさ、森友問題とかもそうだけど、黒塗りの文章を出したりとかするみたいな感じで、この前の歴史を消したみたいな。結局検証できなくなるみたいなことって、そういうことがあると前に進めないみたいなことがあったりするから、そういうのってね、ほんと全世代的に今結構感じられるテーマなのかなとか。過去にはなんか見たことはあると、この監督の映画を、伊沢さんね。そうだね。だから、All About My Motherは見たけど、だからそういうその同性愛的な感じのテーマが入ってる映画だから、まあ別に、なんか差別心があるわけでも何でもないんだけど、まあ単純に僕には分かりにくいというか、みたいなテーマかなと思って、ちょっとこのアルモドバルの映画をあんまなんか能動的に見なかったところがあったりしたんですよ。そうだったんだ。あうん。ただまあ実際ちょっと今見てみると、やっぱほら、もうこの何十年かでやっぱそういう価値観ってだいぶ変わったじゃないですか、なんか。うん。だから今見ると、そういう昔アルモドバルが提示してたテーマが、なんか逆になんか、ああ、なるほどなって今わかるところがあるというか。あ、そういうことね。逆にね。うんうん。同性愛的なテーマを書くから、届かぬ愛みたいなテーマが結構絡んでくるわけですよ。例えば、自分が好きな、全然振り向いてくれない彼女がいるんだけど、その人のために献身的にすることが、まあ、本人にとっては大きな迷惑なんだけど、最終的にその人の何か、バタフライエフェクトじゃないんだけど、本人の幸せに何かにつながることがある。それは愛なのかどうなのかみたいなことって、結ばれぬ愛っていうのをどう処理していいのか問題みたいな。ものに関係したりとか、うん、まあ女の人のことを描くからお母さんと娘の話で、だからこの間ほら女性のテーマの映画がどうこうって話をしたけどさ、まあこの人なんか本当だから女性主人公、女性テーマの映画をずーっと撮ってきた映画監督って感じなんかね。ね、時代が追いついてきたってことですね。そうだね。なんかだから、今見ると逆になんか、わかるというか、今の時代の方が共感を得られる監督なのかなっていう感じなんかね、したけどね。スペインではもう元から巨匠って認識されてたってことは、なんかスペインとかヨーロッパの方がそういう社会的な認識がちょっと発達してたってことなんですかね。うん、スペインはね、同性婚が確か今認められてるのかな、確か今。だから、まあ、そういうその文化的な違いとかもなんかあったりはすると思うんだよね。日本なんかだとね、全然でそこら辺はできないっていうのがあったりはするから、うん、日本でもね、そういうテーマの映画って徐々に作れてきたりはしてるけど、この間もほら、西島秀俊さんのね、ドラマとかからね、まあそういうような、だけ。だからなんか、今の方が新しく映るのかなっていう感じがね、話しました。なんか作りとしてはなんかある意味古典的な感じもしたけど、そう、テーマとしてはね、ああ、そうね、確かに今に近づいてる。だからこの取り違えっていう意味で言うと、日本だとね、そして父になるっていうね、まあ、是枝監督の映画があって、まあ、これは要は血のつながりのない人が家族になれないのかって、まあ、いわゆるその疑似家族もの。っていうもののテーマに、まあ、行きがちではあるんですけど、でもこっちに関しては、母性というか、母親ってのは一体何なんだろうっていうことがあると思う。で今回で言えば、ほら、若いお母さんの母親がいたじゃん。でお母さんは女優になるために大事な公演があるんだけど、でも自分の娘は妊娠して、本当はそばにいてあげなきゃいけないのに、外回りの公演があるから、そばにいなくていいですかっていうふうに娘に聞くっていうシーンがあるじゃん。最後に、そのお母さんが、主人公のジャニスのところに訪れて、私ね、なんかもう本当母親失格だと思うのよ、みたいなこと言う。なんかで、あれって、自分の本当に娘がいるけど、なんかお母さんになりきれないお母さんっていうことじゃない、8話。で、逆に主人公は、自分の娘でもない、血のつながりって意味だよね。血のつながりはない、自分の娘だけど、その娘と、とにかく離れたくないというか、引き裂かれるのが本当に辛いっていう。そういう意味で言うと、それは、つまり母性とか母親っていうのは何なんだろうっていう。昔ながらの日本のホームドラマを超現代的にした感じしますね。ホームドラマいや、なんか、結構これもう橋田須賀子ドラマみたいなテーマだと思いますよ。その母性がどうとか、女の人が働いて社会進出することと、まあそういうね、子育てしなきゃいけないことの葛藤とか、そういうのを描いてるのって、すごい橋田須賀子ドラマに近いテーマだなっていうのは思いましたね。あ、そうなんだ。橋田先生ってそういう、渡る世間見てないから、あんまりなんか、中で描かれてることって、ラーメン屋の話と家族問題の話なのかなっていうか、ぐらいの認識なんだけど、結構、いや、基本だって、橋田須賀子ドラマに出てくる女性っていうのは働いてる人で、で、その中でどうするみたいな話ですよね。あ、そうなんだ。完全な専業主婦ってそんな出てこないからね。あ、そうなの？あ、確かに泉ピン子もね、働いてるもんね。確かにね。そうそうそう。ああ、そっか。じゃあ、働きながらそのお母さんをするっていう時にどうするのみたいなこととか。で、家族の問題とかについても、じゃあ血の繋がんないけど別にそれでちゃんと成り立ってればそれは家族だよねみたいな話とかも出てくるし、なんかすごい共通性を感じましたね、今話聞いてて。ああ、なるほどね。セイント・フランシスもだから、血のつながりはないけど、母親に、母性とか母親になるみたいな、そういうことがテーマだったりするんだよ。そうだね。もう本当、良かったです、いや、だからぜひ、ちょっとね、すごい話題になってるので、そういう意味でね、スペインのことも知れるし、そういうその親子関係とか、まあそういうことを考える道になるのかなっていうのもあるので、まあぜひ見ていただくのがいいんじゃないでしょうかと。はい、じゃあ以上、パラレルマザーズでした。